先行ってからでよかったな。もうちょっと見たら分かったのに。あ、そうか、これも昔のと違うから波乗り勝手に使えるんだ。やっぱり波乗りって言ったらラプラスだよね。ちょっと待って、水でさ、ブーバーはまずいだろ。あく、あ、やばいやばいやばい、すっごい食らうすっごい食らう。水でブーバー戦闘はやばいだろ。で、マジシャクかな。ルカリオ発見全然使えないからな。10発しかないし。で、21番道路の神殿でなんとか釣ってたけど、どこだよ。ここだな、とりあえずショートカット。チャーリー、どこに行きゃいいんだ。え、平日なのにやるの。6番道路を思い出すとか、なんかよくわからないこと言ってたな。4番道路だっけ。おお、怪力、怪力。帰り道か。怪力覚えられたやつ。いねえな。覚えれるやついっぱいいるけど。これはひどい。あ、これか。よかった、行かなくて済む。これ岩っぱですじゃね。野生のイヤパレス。ラスターカノン。あ、頑丈だ。やるじゃん。いや、頑丈はいいよ、頑丈は。捕まえてくれと言わんばかりの頑丈さ。スーパーボール。もできだもん、ね、それは捕まるさ。捕まらない。やるね。虫を捕まえやすいボールもあったよ。本領令、これは録画とかしてるの。ネストボールだっけ。虫を捕まえやすいやつ。弱いほど、まあ、違うか。いや、スーパーボールで。捕まるだろう。やった、イワパレスを捕まえたぞ。重っ、200キロ。イワヤドポケモン、イワパレス。イワパレスのニックネームはレオパレス。言っちゃった。で、先に進めるようになった。あ、壊れた。何のための道具だったのって。あ、なんかイベントすっげえ大きい。あ、これはプラズマ弾の。あ、怒る人だ。今から怒るか怒るかする人だ。
どこから上がればいいんだ。ちょっと待っとき、え、誰レオパレスがエロパレスって聞こえた、わら。あ、しずいや、これで大丈夫たい。おうてもよ、おいらプラズマ団に恨みはない。ほんまに悪いことをしてるのかもしらん。みんながあいつは悪い、そう言ってるからって何にも考えずプラズマ団は悪いと決めるのはおいらの流儀ではない。でもおまはんらが困っとる、それなら助けなければならん。それがおいのやりたいことじゃ。手をつべにあげるの、これも。あんがとう。ええか、おはんら、信念を持てよ。奪われたポケモンを探すのでもいい、一種心理付けから守るためでもいい、理由は何でもいい。自分はなぜそうするのか、信念の強さがポケモンと自分に力をくれるだい。喋ってしまったから何人か出てきたけどな。ほな気をつけていけよ。閉まらない人だな。さあ行くぜ。行っちゃった。いやいいよ、ゆったりと生活を楽しんでるやつはいいなと。特にアイテムはなしか。突っ込む前にレポート。急にアップになった。もう絡まれてる。タラップ下ろしやがったな。御用気水着の仲間だな。明日目の岩場ですまで沸かしやがって。行くぞプラズマ。そんなこと言ってたっけ。プレイだいぶ空いてるから忘れたけど、戦う時プラズマとか叫んだっけこいつら。あ、ミルモックだ。池磁石で放電。一つ前歯。危ない危ない。一つ前歯急所に当たりやすいんだ。ラスト出す。これ今日はどこか地下のレベルを上げてみたい。というログログシー最高キネシス。2回やってたら倒せるだろう。ドクドク、あ、ドクドクってかわせんの。よーし、あんまりパラメータが上がらない。下っ端に勝っただけでこの音楽。なんだとブラズマ。そんなキャラだっけお前みたいな。しまった、ハッチが閉まっていない。よし、今度こそこの船を調べる。この間子供へでビオのやつがやってきたのはあっちからだったな。もうキャラクターとか全然覚えてない。特にアイテムはないな。あえて外れの道から、あ、あった。敵討ち。なるほど、隠しアイテムはないけど普通のアイテムはあるのか。ちょっと話しかけてみよう。寝てる。いや寝てるんだったら溶かして先進めようって思うんだよ。お、あるある。元気のかけら。まあ基本俺のプレイは元気のかけらを使った力押しだからな。初代の戦法はもっとひどかったけど。ハーデリアの威嚇による敵の攻撃下げまくり作戦だ。俺は今から怒るぜ、怒るぜ。どっち、下っ端と下っ端が勝負をかけてきた。ダブルバトルだ。放電使えないじゃん。仕方ないね。さかのんでもっとくか、適当に。アクロバットすっげえ食らってる。辛そうだ、まあ、彼はやられてもいいので、頑張れファイト。ボルバット倒しちゃうか。
おお、お金持ってるな。そしてまたすぐやられそうになる。なんで俺電磁波使ったんだろう。さっきのあれ放電でまとめて倒しちゃおうと思ったんだ。こんな感じで、ね、はい、多分剣フォローも即死。3人分経験値もらえないかな。どうせこの戦い終わったら復活するから気にしなくていいんだよね。いやもう繰り出すドラッグよ。オーデン、すごい特防上げられてる。あ、3残った。よし、勝った。 100% パーフェクトに侵入者。戦う前から分かってるだろ。みんなでスイッチを守らないと。あいつらチョロ寝つれていなかったな。マリアだな。マリアを無視していくとかいう方法はないのかな。このまま地下に行くか、さっきの眠ってたやつに行くか。またかよ、いっぱいいるな。こんな格好してますけど、元プラズマ団です。いざという時のためにスパイをやってるんです。それはちょっとわからないですね。あいつバカなのかな、違うのか。こいつ本物のスパイか。頑張ってくださいってまた適当なセリフを。てっきりあいつが簡単に騙されただけなのかと思っていたら、そういうわけではないようです。ブーバーのレベルを上げたいんだ。この後のチャンピオンロードを抜けるために。おいしい水、ブーバーおいしい水よ。磁石おいしい水よ。機械だからむしろダメージ食らいそうだけど。いっぱいいるな。この中でかなり強いプラズマだ。人呼んで女切り刻ん。切り刻んは格闘と鋼か。だったら OK かな、ブーバーで。頑張って。反撃も嫌だ。お、切り刻んと買いながら、まず駒棚から、駒棚だ。はい、炎のパンチ。一撃抹殺。いけるな。そしてレベルアップ。このまま炎のパンチ3連続で抹殺。さーて、本当に切り刻んいるのか。いねー、嘘ばっかりじゃん。だんだん必要がないくらい敵が弱い。強い方とか言ってたのに。侵入者発見。これから出すのは子供から取り上げたポケモンよ。こんな情けないことを大きい声で言わなくても。ズルム、こいつは格闘悪。これが強いやつの実力。炎のパンチ、ちょっと力押しでいいよ。炎の体、やけどになるぜ。ネパルダス、ネパルダスって何だっけ。全然覚えてないんだよな。もういいや。ん、あー、いたいた、こんなの。こいつ悪だ。じゃあ力押して。炎の体、死ぬ死ぬ死ぬ。これは回復だ。また美味しい水買いだめに行かないと。
完全回復。じゃあこの奥がと進むための道なんだ。火が消える。ん、あ、なるほど、こういうことか。こうやってスイッチ全部消して真正面から行ったらクリア的な、そういう流れで。めんどくせえなこれ。マグマブースター、これはこれはブーバーンにしろというお達しか。ブーバーンしちゃおうか。こういうだ、これ虫と毒だな。炎のパンチ、わっ、ブルホグ、ブルホグはノーマルだから分かるよ。オッケー、効果は抜群だ。ポケモンで持ち物、ここか、マグマブースター。こいつも倒しとこうか。王は消えた、神は死んだみたいな感じだ。あ、一人だ、ラストだ。こいつはどうだ。クレームガンタクがこのくせに生意気なんだよね、わらわら。サイコキネシス、もう一丁。あー、お守り小判がなくなったからお金が。よし、二つ目。手分けして探そうってたのに全部自分で解除することになるのか。のくせに教えてくれたんだよ。あ、レシラフだ、レフロ。それ持っててもできなかったけど、戦わなくていいのかお前は。まあ、適当にやってりゃいいだろう。もうたどり着くだろう。あ、悪い、やばい、自分攻撃されるのがきつい。何、炎のパンチ、やばい、食らうと死ぬ、仕方ない。マジで、メキシカ、空を飛べ。機関よ、空を飛ぶだ。あ、なんか嫌な予感がする。あ、砂嵐はまずい、食らうから。痛いっす、ラッタ、ルカリオで一旦でやっつけてしまう。岩か地面か鋼じゃないとダメージがあるんだよな、確かに。ならしは
すだけで発見。ハッケーって大して強くもないのになんでこんなに技ポイント少ないんだろうな。もらったポケモンがどれだけ使えるか試してやる。またロガス、またロガスは結構強い。なんか俺のプーブはなぜか最後フィニッシュが使えるんだ。多分みんな使えてる。さあレベルアップ。2223ダメだな。ダメなのはお前だ。あれ、ルーバーンってこれで振るんじゃなかったっけ。全然細かいこと覚えてないよ。けどあと一つ、これ一番初めのとこだよな。あと一箇所なんだけど、こいつらも戦っとこうか。先に言っておくわね、プラズマひと玉なんているわけないじゃない、全部プラズマよ的なね。行けブーバー、レベルが足りないとか。倒せ倒せろ。6ミシ、そろそろブーバーの番終わりかな。やり直し、ノーカンノーカン。他のやつのレベル上げにするか。ファイティングスイーパー、お前とゴミを掃除。ファイティングスイーパースイーパーにスイーパー。あ、悪気やった。ナイス体験、ナイス体験、ナイスナビの、ナイス一撃マット。だからこっちは特殊だから問題なし。何、あっちの方が動き早いの。地面大丈夫か。いた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 。悪気あるってすっげえ重量級なんだけどスピード結構速いんだよな。しくじったな、しくじった。悪だからわらわら。これが一番初めで、あれが1個目のスイッチ でここに入る。あ、初めて、何？ここっぽいな。英雄なんかいなくても私たちは負けないのよ。いても負けたのにね。あ、モノンか、悪系か。池大剣士だ、池剣太人いる。誰と剣太人いる。ドラゴンダイ、何これ。まさかのモノズにやられるとは。ベンチ間のレベル上げに使わせてもらうか。悪だから空を飛ぶ。ないよな。ミュウだ、やっぱ悪だ。悪くん、悪くん、ワルビアンの力ずくで倒すか。いけ N のワルビアン。穴を掘る。
滑っちゃって、しかも攻撃力が上がるんだよな、地震ラジオで。ボルスってジェットザザンドラ、強い。さーて、ここだろう。よし、オッケー。さーて、先に進む前に回復に戻るかどうか。セーブしとこう。いける気もするんだけどな。帰るのめんどくさいもんな。元気のかけらもきっといっぱいある気がするし、32個ある。よみがえらしといて、おいしい水で回復させたらいけるだろう。多分これぐらいでいける。悪気はライデンを持ってねえじゃん。こいつに悪タイプの攻撃力が上がるやつか、地面タイプの上がるやつ持たしとくのが一番かな。いるいる、賢者さんいますよ。お盆の実かお盆の実に見えてしまう。ここか、経験値アップ、鋭い口がして、この辺だよな。でっかい金の玉、何を言ってる。岩の銃、変わらずの位置、技の命中力はいらない。大体100パーの技だったから。安らぎの鈴、地面の銃、粘りの鍵爪、持ってなかったっけ。なかったのか。この乗り込まんでいいや。お金はあって困るものじゃないけど、そんな使うものでもないんだよな。実は持たしてない。持たせる。チェス、ビオ、これが氷ポケモン、その名はキュレム。捕まえた捕まえた。レベル70だったな。総流に打ち込まれた氷のミサイルはキュレムの能力とプラズマ弾の科学力で作り出したものなのだ。不安要素になりかねない。ここで排除するのだ。あ、させないぜ。バリアを解除してくれてありがとうな。助かった。お前何してたんだ、一つも解除しないで。迷ってたのか。結局強そうな方と戦うのは俺なんじゃない。あ、ダブルバトルだ。まあ悪くはない組み合わせだけど、まあ、ジャローダは厳しいだろう。あとさ、ダブルバトルだと波乗りとか使えないんだよな、危なくて。とりあえずブリージを倒しとかないと。おお、すげえ、一発で倒した。辻切られた、すごい食らった。一発で倒しちゃった。またブリージョだ。氷好きだな。毒だ。なんか弱点ばっかりじゃないか。なんでジャローダ出したんだよ。毎ターンフリージオは狩られるな。
毒のトゲ、やばい、耐えろ、頼む、耐えてくれ。よし、レベルアップ。あ、やっぱ耐えられなかった。いや、経験値もらったからだったから、よし。あれ、最後はフリーズじゃないんだ。ジャローザがめちゃくちゃ強いな。プレッシャーだと、なんて恐ろしいプレッシャーを。炎のパンチ一発しか打てないじゃないか。ミニヘッドよな。最後ピンチをミニホップに打っておこうか。魔王くん、いや、そもそもいいです。弾けるもの、まあ余裕だったけど、キュレムと戦うとかになるとしんどいな。お前と俺のポケモン何が違ってんだよ。命長ければ恥多し。太ってるね、恥だね。プラズマ団に負けてたまるかって。なんだここは。あのポケモン凍りついている。まさか総流の。フーム、存外さといトレーナーだ。それほど分別があるのになぜ私たちのアジトに乗り込む危険を犯すのだ。決まってる、妹のポケモンを取り戻すためなら何でもする。5年前競技で蝶猫を奪ったのはお前か。蝶猫ぐらい誰かが奪い使っている。だがゲスレヌ、蝶猫なら他にもいるのになぜそこまでこだわるのだ。死んだじいちゃんが妹のために捕まえてくれた蝶猫は世界に一つだけだからだよ。個人の思いか、それはお前にとってとても大きなことなのだろうが、他人から見ればどうにも小さなもの。それに比べこの船の寛容を、異様だな、異様を見たか。この船そのものが伝説のポケモンキュレムの力を利用するための装置。これで今度こそ一生制圧するのだ。さて、キュレムをすっかり回復したようだ。遺伝子のくさびは大切に使わせてもらうぞ。あとは任せた、ダークトリニティ。ふざけるな、負けたくせに。あ、すごいことになった。飛んでる。この船は実は飛空船だったのか。なんかすごいことになってるな。これ水かな、水で飛んでるんだ。プラズマだ、どこへ飛んでも逃がさない。で、あっちに何があるんだ。あ、懐かしのチェレンじゃないか。飛び先はおそらくジャイアントホールだね。22万ドルの奥だな。俺は行く、お前も来てくれ。だってあのポケモンクレムだっけ。あいつの鳴き声なんだか悲しそうだった。クレム、プラズマはキュム能力を悪用してるのか。どうやってプラズマ弾を止める。キュレムは伝説のドラゴンポケモンならば対抗できるのはゼクロブもしくはレシラムだけだけど、2匹とも今はいない。伝説のポケモンに認められたあいつはどこだ。僕が探し出すしかないか。ジャイアントホールなら22枚知ってる、さっき言ったよ。すげえ、当選もされてていけなかったんだよ、せっかく行ったのに。とりあえず空を飛ぶで、あいつ、あいつはあれだよ、ブラックホワイト1の主人公のことだよ。回復をしよう、回復を。お待ちどうさま、みんな元気になったよ。